湘南国際村センター、湘南国際村から望む富士山、湘南国際村とは、神奈川県横須賀市と三浦郡葉山町にまたがる多目的区画地域及び横須賀市の地名である、1994年に開設、公式ホームページでは、国際的視野に立脚した学術研究、人材育成、技術交流、文化交流という総合に関わりの深い機能を、 集積した21世紀の緑院滞在型の国際交流拠点と名乗っている。地域としては、葉山町側では、上山口の36ヘクタール、横須賀市側は、湘南国際村1から3丁目などの152ヘクタールが、相当する、三浦半島中央部を縦断する、三浦丘陵に位置しており、山林を切り開いて造成された。一期内は、居住エリア、公共施設エリア、 研究、開発施設エリア、サービス施設エリアに分かれており、土地区画整理も行われている。相模湾の向こうに、江ノ島や富士山、伊豆半島、伊豆大島を望むことができる。バブル期に、長須十二神奈川県知事の構想によって開発が始まった。しかし、バブルが弾け開発者の三井不動産が開発を断念し、県へ譲渡された。大学や、 企業の研修所等が立地し、また住宅街が広がっている。当初、研究機関等の誘致が計画されていた土地では、森を育成する事業が行われている。現在は、葉山町が管理する公園の湘南国際村グリーンパークは、当初は開発事業者が管理をしていたが、1996年に町に移管された。町では、2013年頃では、 湘南国際村グリーンパークの維持に年間500万円程度の予算を計上していた。第一三協が国際村に研修施設開設する際、町と協議し、2007年より5年間で計3000万円を寄付し、グリーンパークの維持管理費として当てられてきた。水道施設も横須賀市と葉山町にまたがって創設されたため、専用水道が作られた。その後、開発業者などの要望から、 2001年に横須賀市に移管された。排水地は水の広場として開放されていたが、2018年に終了した。株式会社湘南国際村協会は、国際村の中心的な宿泊、研修施設である湘南国際村センターのほか、村全体を運営する。1989年に設立の第三セクター、神奈川県横須賀市、葉山町のほか、 日本政策投資銀行、他企業、団体が出資する。県は2018年時点での25億円の出資金のうち10億円を出資している。協会は2017年度まで3期連続の赤字であり、累積の損失額が約9億円である。さらに設備等の減損を行い、損失約20億円を25億円の出資金で解消することを決定した。 協会は2015年度は赤字ながら、17年度には黒字化を見込んでいた。この赤字に関して、研修などの利用が伸びなかったことなどが原因と、協会は述べている。最寄りの鉄道駅は、京浜急行潮入駅、または JR 逗子駅、京浜急行新逗子駅であり、各駅からは、京浜急行バスが路線バスを運行している。他に、 横浜駅より高速バスも運行されている。道路は近隣を走る幹線道路の国道百三十四号及び県道二十七号、図用新道より県道二百十七号が接続している。給料地に立地しており、接続する道路は最大車度が八から九パーセントとなる急坂である。神奈川県が出資する第三セクターのうち、神奈川県の出資額の比率が最も高いのが、 湘南国際村協会である地区計画策定状況。葉山町、2018年8月20日閲覧、湘南国際村地区。横須賀市。2018年8月20日閲覧、葉山町議会平成26年3月14日。葉山町、2018年8月20日閲覧、湘南国際村排水地。横須賀市上下水道局。 2018年8月20日閲覧、湘南国際村とは、2018年8月20日閲覧、AB、湘南国際村、3期赤字県産、セクマイナス原損原子で、健全化へ、朝日新聞、ありがとうございます。